スプラフォンはチェコのレコードレーベル。主にチェコとスロバキアの作曲家に重点を置きつつ、クラシック音楽とポピュラー音楽を取り扱っている。1971年にウィーン・フロテヌールを受賞したスプラフォンの録音。スプラフォンという社名は1932年に初めて商標登録された。対戦後に輸出用に、 国内生産されたアルバムのレーベルとなり、1940年代終盤から、チェコ音楽の評判を外国へ広めることに大きな役割を果たした。チェコスロバキア時代は、バントン、オーパスと共に3つの国営レーベルの一つだった。会社の芸術的方針からベドルジハ、スメタナ、アントニン・ド・ボルザーク、レオシュ、ヤナーチェク、ボフスラフ、マルティヌー、ヤンディスマス・ゼレンカについて、 体系的に構築された膨大なカタログを築き上げているほか、チェコ内外の音楽界で代表的な人物の作品も取り揃えている。こうした録音には、国内外の重要な独創者、室内楽団、管弦楽団、指揮者らが貢献している。スプラフォンアーカイブには、バーツラフ・ターリヒ、カレル・アンチェル、カレル・シェーナ、バーツラフ・ノイマン・ラ他の指揮による、 チェコフィルハーモニー管弦楽団の録音が収められている。また、アレクサンドル・ベチュトモフに加えて、スビアトスラ・フリヒテル、エミール・ギレリス、ムスティスラ・フロストロポービチ、イダ・ヘンデル、ヘンリク・シェディング、エレーヌ・ボスキ、アンドレ・ジェルトレルといったチェコ国外の音楽家の録音が残されている。多くの録音がアーカイブ、アンチェル・ゴールド・エディション。 パリッチスペシャルエディションなどの版で再販されている。現代のクラシック音楽の演奏家とのコラボレーションにも力を入れており、パーベルハース始終相談による録音は BBC ミュージックマガジン誌のチャンバーチョイスを受賞した。イルジー・ビエル・フラーベクやチャールズ・マッケラスもスプラフォンとの録音に取り組んでいた。最初のステレオ録音が発売されたのは1961年であった。 ただしステレオ録音の実用化は1958年であり、それらも1961年からはステレオで再発売された。最初にポピュラー音楽のステレオ録音が行われたのは1964年だった。1970年代からは4チャンネルステレオでの録音もいった。1981年以降はデジタル録音に移行し、 最初の CD は1984年に日本で制作された。ポピュラー音楽が CD で発売されたのは1987年であった。1988年、グラミー賞ノミネート実績のあるアーティストであるザムーニブラザーズがジリ・ブロビック、カントリー・ビートとプラハで歴史的なアルバムを録音した。レーモン・レコードとスプラフォンにより生み出されたアルバムフレンズは カントリーミュージックでは、初となるアメリカの会社とのの共同制作であった。この録音は評論家から賞賛を受け、プロジェクトに加わったムーディズとブロビック、プロデューサー、エンジニア、スタジオはアンペックスのゴールデンリールアワードを獲得した。注釈出典、ありがとうございます。